ね、いや本当にね、全てにおいてやっぱりきっかけ作りっていうのは大きいと思いますよね、ましてこの一軍のこの場でね、はい、積むところはあったんですが、大いに去年進化を遂げ、そして飛躍しています吉川。しかし立ち上がり、しっかりと体重移動した上で、はい、しっかり手が触れてるなっていうね、ここはスライダーで空振り三振です。2アウトになりました。そういう印象がありますけれども、本当に、投げっぷりがいいですよね。そういう意味ではね。そうですね。しかも投げっぷりがいいピッチャーがいきなり3点もらって追い込んでいますのは吉川。ここはまたカーブで下されました。ニック懸命に走るんですが振り逃げのようになりません。ともショックはあるでしょうね。そうでしょうね。背泳ぎはフルカウント、空振りの三振。吉川のストレートにバットが空を切りました。吉川投手は去年パリーグ防御率ナンバーワンの 1.71、 MVP にも輝きました、ね、はい、追い込まれた石原。あ、ここでカーブ、空振り三振ですね。まあ、まっすぐの走りもね当然いいですしね、はい、あの右バッターに対する外のコントロール非常にね、はい、3のお客さんが詰めかけました。梅雨入りにしましたこの中国地方マツダスタジアム。ここは空振り三振です。2アウトになりました。いや本当に今日は再三ではあるんですけれども、150キロ近いストレート、追い込んで最後にストーンと緩い球、これにやられてます。まあそうですね、やはり しっかりと 手を振られてますからね、はい、しかもその落差、追い込んだのはピッチャーの吉川。あ、ここも来ました変化球。このパターンにカープやられています。空振り三振で3アウト、吉川になってしまいます。これでワンボールツーストライク。これです、空振りの三振、2アウトになりました。吉川8奪三振、完全に今日を象徴するようなこのパターン、空振り三振2アウト。まあそうですね、返す返すも初球打つんで、ね、なんとかインコース厳しいボールには、ファールで逃げると、はい、しかしここは空振り三振3アウトになりました。吉川9奪三振なんですか。今のところはねちょっとね、それを見つけ出すのがちょっと大変みたいなね、そんな内容ですね。そうですか。うなずけるような147キロストレート、吉川10奪三振、この回カープ0点です。